コロンブスは新大陸発見していない。進みすぎていた旧大陸、ラテンアメリカ。今から数年前に、まあ、10年ぐらい経ったかもしれませんけど、スペインに行ったことがあるんですけど、そこであるカテドラルに入った時に、コロンブスの、持って帰った品々っていうものが飾られてありました。多分セビリアだと思うんですけど、その時に、あ、すげえなって、正直思ったんですけど、もう金銀ギラギラ。あ、コロンブスっていうのはこういうものをスペインにもたらしたんだ。で、やっぱりコロンブスの、こう、もたらしたインパクトって大きいですよね。こう、西回りで、スペインから出ていって、やがてアジアに着くだろうということで、コロンブスは黄金の国ジパングを目指していったとか、アジアの方の、その頃入港の取引、入港ってミルラになるんですかね。父の香ると書いて、そういう取引なんかをしていたようなんで、それを東回りじゃなくて西回りで行ったらきっと近いはずっていうことで、コロンブスは行くわけなんですけど、そういう発想ができたっていうのがすごいなって思ったんですけど、もっとすごい、そこまでだったらできる人はいたと思うんですよ。で、コロンブスの時代っていうのはもうそろそろそういう地球は丸いんじゃないかっていうことを唱え始める人も出てきていた頃なんで、ただ誰もそれを船でぐるっと回った人がいなかったっていうことなんですけど、それをコロンブスはスペイン王室を解き伏せて資金援助をしてもらって行ってるんですよ。それもコロンブスってスペイン人じゃないんですよ。ジェノバ出身ではないかって言われてるんですけど、イタリアですよね。イタリア出身の、ポルトガルに、在住だって、その後スペインに入ってきたわけなんですけど、その実際自分がスペインに立ってそのカテドラルの中で財宝、金銀財宝を見ましてですね、なんでラテンアメリカ行ってみようと思ったんだろう、どうやって解き伏せたんだろう、そういうことがずっと気になってたんですよ。で、ある一回の、航海士というか、冒険家の話を信じてスペイン王室が莫大な予算をそこにつぎ込んだ、そこにすごく興味を持ったわけですね。で、いろいろとちょっとコロンブスのことを調べてみると、コロンブスそれなりに経験値があったみたいで、航海士としての経験値もあったし、そしていろいろタイミングが良かったと思うんですよね。地球は丸いってことが発見されたりとか、地球大航海時代に突入していたりとかして、その当時、希望法なんかの回路が、航海路が発見されたりとかした、そんな時代です。で、コロンブスはこう、今から自分は西回りでアジアに行ってみたいと思いますっていうことで、そのアジアまでの距離だとか、かかるお金だとか、かかる時間だとか、いろいろな、見積もりを出して、いろんなところに提案書を持っていきます。最初に持っていったのはスペイン王室じゃなくて、ポルトガル。ポルトガルに相手されなかったんで、ポルトガルの方は、希望法、アフリカの希望法を成功したっていうことで、そっちに意識が行ってたんですよね。それで、スペインに話を持ちかけてっていうことなんですけど、それも時間的に結構かかってますよ。いつ頃だったかな。1484年にすでにコロンブスはポルトガルのジョアン2世に航海の援助を申し出てるんです。1484年から、新大陸発見と言われる8年前ですよね。で、この時には、ジョアン2世は興味を持ったんですけど、結局、国の方で諮問にかけたら、ダメということ。
行くなら自費で行ったらみたいな、そんな話になったわけです。そしてまあこれダメだってことでスペインに話を持ちかけていくんですけど、すごく、人脈に恵まれていて、いろんなこう人脈をたどっていって結局国王にたどり着くんですよ。イザベル1世、そしてフェルナンド2世、これが2年後1486年です。でこの時もイザベル1世はすごく興味を持ったんですけど、やっぱりもう国としての許可が下りなかったっていうか、でついに1491年、コロンブスギブアップ、ダメだこりゃ、フランスに行こう、でフランスに向かいますよね。ところがこの時もうすでにフランスに向かっていたコロンブスだったんですけど、その背後でルイスでサンなんとかベル、なんとかヘルっていう人が、当時の財務長官だった人が動くんですよ。そしてイザベル女王を説得っていうことで、ついに国の許可が下りる。というのも、ちょうど1492年、グラナダが陥落するんです。スペインは当時、スペインとしてまだ統一してなかったっていうか、イスラム教だったりとか、なんとか教だったりとかで、他国からの干渉をすごく受けてた時期で、で、ついに最後のグラナダが陥落ということで、そこにも戦争したり、予算をかける必要がなくなったってことで、その予算を、新しい航海路の発掘のために使ったらいいじゃないかということを、当時の財務長官が女王に説得してくれたわけです。それでやっと国としても許可が下りるということで、じゃあ大慌てでイザベル一世が、コロンブスを追いかけて、イザベル一世が、ご本人が追いかけたわけじゃないんですけど、イザベル一世が派遣して、伝令がコロンブスの耳に届きます。ギリギリ間に合った。コロンブスは引き返す。で、そこで、新大陸発見への航海出ていくっていうことなんですけど、出ていったのが1492年8月で、最初の、新大陸と上陸したって言われる島がサン・サルバドル島っていうことで、今のバハマ国になるんですけど、これを見つけたのが1492年10月12日ということで、約2ヶ月後で、予定では2ヶ月もかかるはずじゃなかったんですよ。で、船の中でも暴動とか起こるんですけど、新大陸発見1492、意欲に燃えたコロンブス新大陸発見とか言って、自分も子供の頃覚えましたけど、今では歴史家は新大陸を発見とは言わないんですね。そもそも新大陸ではなかったわけですよ。もうよっぽど、もう1万年ほど前からモンゴロイド系のインディアンとか、原住民とかが住んでいたっていうことで、立派な文化伝統があったわけです。ただヨーロッパの文化水準とか、教育水準とか、価値観とかとは著しく異なった発達をした文化がそこにあったっていうことで、その新大陸を発見とか謎とかいうのはおこがましいと。で、今では遭遇とか、お互いに他の文化があるということを新発見したとか、そういうふうな言われ方をしています。で、コロンブスなんですけど、こうすごいアクション力がありますよね。いろんな国王に当たってみて、ダメだったら次に、そして次に、忍耐強く待
勝ちました。最初の1484年にポルトガル王に、まあ、話をしに行った頃と比べると8年の月日を待った。それでようやくその航海の切符を手にしたわけですけど、そのまたこの交渉が本当に上手だった。コミュニケーション力なんですよね。あるかないかもわからないものをいかにもあるかのように信じさせて、そこに夢を見させて、お金を出させる。そしてさらにその交渉術の長けてたところっていうのは、あの女王とイザベル女王とサンタフ契約っていうのを結ぶんですけど、その時にですよ、もう一回の航海士、ただの探検家が新しく発見した土地の終身提督、その座を手にするんですよ。まあ、約束させてるんですよ。そのコロンブス探検家を、そのうちの副王が、まあ、イザベル女王が王としたら、探検家コロンブスはそのうちの副王、まあ、王様もすごいなと思うんですけど、王様っていうか副王の立場もすごいなと思うんですけど、さらにすごいのは得られた利益の 10% をコロンブスの取り分にする、まあ、こんなことがサンタカフェ役の中にちゃんと交わされてるんですよ。すごい交渉術というかビジネスマンだなと。じゃあ、あのすごい裕福だったのかというと、実はそうではなくて、結構借金とかもたくさんあって、まあ、あの家計的にも生活の苦しい家庭だったという説もあります。で、本当にこうビジョンに突き動かされているというか、このためになんか生まれたんだなっていう感じの人だなと思うんですけど、人脈に恵まれたり、タイミングがちょうどぴったり来たり、失敗してもへこたれない、起き上がるマインドセット、アクション、交渉術、コミュニケーション、リーダーシップ、まあすごい人だったんだろうなっていうことはわかります。想像できます。で、じゃあそのコロンブスがどうだったかっていうと、あの新大陸っていうか、まあ、ざっくり言ってラテンアメリカを、まあ、初めてヨーロッパ人が行って、まあ、これもちょっといろんな説があって、本当に一番最初に行ったのはバイキングだって言われてるんですけど、記録に残ってないっていうことで、あの、まあ、コロンブスが自称を発見したと言っている、もう副王気取りになってしまった、総提督気取りになってしまったあのラテンアメリカの国々で、コロンブスがどんなことをしたのかって言ったら、まあ、結構よく知られてる話ですけど、大虐殺ですよ。そしてヨーロッパの疫病をラテンアメリカに持ち込んだ、もうその立役者というか、まあそこに住んでいた現地の原住民からしてみれば本当にいい迷惑というか、勝手にやってきて、いきなり人さらいをしていって、どんどんボコボコに殴られたり、あの殺されたり、強姦されたり、連れ帰られたり、連れ帰られるっていうか、あのヨーロッパに奴隷として連れて行かれたりとか、本当にたまったもんじゃないということで、1492年にコロンブスが、まあ、初めてアメリカ大陸というか上陸します。その時に約800万人いたインディアンの人口が1496年までにその3分の1まで減少したって言われてます。まあ、はっきり言ってコロンブスは新大陸発見の英雄というよりは、まあ、そういうふうな、まあ、そういうふうに知られているところが功績として、まあ、称えられている感が大きいですけど、実は大量虐殺をした、まあ、虐殺目的で殺戮を楽しんだ、まあ、悪名高いコンキスタドールの一人です。コンキスタドールっていうのはスペイン語で征服者っていう、まあ、意味がありますけど、その一人としての、まあ、功績というか、まあ、人生ということの方がコロンブスを正しく言い表しているのかなというような、まあ、気がします。新大陸発見とかじゃなくて、お互いがヨーロッパ人と原住民がお互い信
新発見した。お互いの存在を新発見した。まあ、強いて言うならば、コロンブスは、新航路、西回りの新航路を発見した。ということは、まあ、言えるかなと。思うわけです。この時に、まあ、インディアンの人たちはすごく一気に殺されていくわけですけど、あのコミュニケーションが得意なコロンブスがインディアン原住民の人たちとうまく対話をしなかったっていうのが本当に意外だなって思うんですよね。ポルトガルの国王に直訴して興味をもたらすところまでは成功して、そしてその後スペイン王室に話を持っていって、ついについに航海の切符を手にして、そしてまあ得てきた財宝の 10% は自分のものになるっていう、そういう契約まで交わせるぐらいコミュニケーションの能力に長けた人が、なぜラテンアメリカで現地の人と対等なコミュニケーションをしなかったんだろうかっていうのがもう本当に意外っていうか、まあ結局バックグラウンドを考えてみるに、まあ、スペインはこう自分の領土を広げるっていうことでいろんな国と戦いを、まあ、いろんな文化と民族と戦いを繰り広げていた、そういう時代に生まれたっていうこともあると思うんですけど、多分もう一つ、まあ、そんな中でもこう虐殺っていう方向に走らなかった探検家もきっといたと思うんで、そう思えばもしかしたらこういうことじゃないかなって自分は思ったんですよ。それが何かっていうと、コロンブスのモチベーションタイプ、人には6つモチベーションタイプがあるって言われています。このことはエックスブッダっていう、まあ、仙人さんの教材を学ぶとすごく深く学ぶことができるんですけど、この6つのモチベーションタイプのうち、もしコロンブスが人気者になりたいっていうタイプだったら、人気者、うん、まあそうだな、人気者でもちょっと英雄になって人気者っていうパターンもあるんで、そうですね、仲間が欲しいタイプ、嫌われたくないっていうタイプは、人と仲良くしたい、自分のことをいい人だと思ってほしいっていう傾向があるんで、嫌われたくないっていうタイプだったら世界は変わってたかもしれないです。おそらくコロンブスは支配タイプだったんですよ。権力を持ちたいタイプ、支配タイプ。そしてコロンブスの興味がもし人タイプだったら、興味タイプっていうのもありまして、これも X ブッダで学べるんですけど、人物情報、場所、アクティビティ。この5つに人の興味っていうのを持ちやすいっていうことが言われています。で、コロンブスは、人は、まあ、人脈として使うことはあったかもしれないですけど、興味がないことはなかったと思うんですけど、物、場所、活動、アクティビティ。人物アクティビティ、ここに、あ、人じゃなくて物、お金とか、あ、もしかしたらそこには興味がなかったかもしれない、場所、それはすごくあったかもしれない、新大陸、そしてアクティビティ、航海するっていうその活動、そういうことに、まあ、虐殺するっていうことも含めて、その何かアクションを起こすっていうことに興味を持つタイプだったんではないかなと思うんですね。まあ、もしコロンブスの興味タイプ、そしてモチベーションタイプが違うタイプであったら、歴史は大きく塗り替わってた可能性がありますし、もしかしたら未だにまだなんか私たちも外国っていう存在を知らずに、日本という文化の中で他の国のことを知らずに生きてたりするかもしれない。まあ、コロンブスがまあいろいろ虐殺とか、まあ、コンキスタドールの悪い面も
あるかもしれないけれども、やっぱりコロンブスがこう新しい世界を切り開いてしまったっていうことは、まあ、宿命だったのかなと個人的には思っています。でこれはもうその自分がコロンブスを好きとか嫌いとかそういう感情とは割り切って、そういうことが起こったっていう事実、コロンブスさんっていうのはああいう人だったんだって、自分との感情とか自分の価値観とかとは切り離す、こういうのを分離って言うんですけど、こういう分離をしながら、まあ、世の中を整理をしていくっていうことも必要かなと思います。でこういう分離の仕方とかも X ブッダっていう教材じゃないですけど、善人さんの教材の中で学ぶことができます。知能向上ウェビナーっていう、まあ、あのプログラムがあって、それもおすすめなんですけど、それが何で手に入るかっていうと X パワー のおまけで、一括購入のおまけでついてきますんで、 X パワー入られるときには一括購入されるのをおすすめします。まあ、他にもいろいろ言いたいことがあるんですけど、長くなるんで困っちゃったなと思ってるんですけど、あのコロンブスはまさ一番最初に借金があったって言いましたけど、お金がなくても人を動かせばいいんですよ。いいというか、人を動かせば世界を動かすこともできるんですよ。結局お金は資産じゃないって、資産はお金を動かすことのできるスキル、例えばコロンブスにあったのは、コロンブスにあったスキルっていうのはコミュニケーション術だったりとか、あと交渉術だったりとか、アクション、動く、失敗しても失敗してもへこたれないっていうメンタル、人脈、タイミング、まあタイミングはちょっとスキルかどうか分かりませんけど、運なところがあるかなって思いますけど、これが本当の資産で、これから今の時代に必要なスキルっていうのは語学力だったりコピーライティングだったりマーケティングに対する知識だったりとか知恵だったりとか、まあ、言われてますけど、まあ、ざっくり一番必要なスキルは何かっていうと、学習の仕方を学ぶスキルだって言われてるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、時代は今すごく恐ろしいスピードで進化というか動いています。いろんな情報が溢れています。この中から自分に必要な情報を取捨選択して見極めて、取捨選択してさらにそれを学んで、でさらにそれをまた人に教えていく、伝えていくっていう、このスキル、学習してそれを伝える、まあ、人を教育する、学習して教育する、このスキルがすごく必要になってくると言われています。学習をの仕方を学ぶことができたら、どんな情報が入ってこようが、時代がどんだけ変わろうが、価値がどんだけ変化しようが、新しくいち早くその情報をキャッチして学習して自分のものにしてしまえばいいんですよ。だからどんな時代が来ても怖くないんですよ。なので学習する力をつける、このスキルがすごく大切だって言われています。それを、そのスキルを学べるのが X ブッダ、本当におすすめなんですよ。淡々と言ってますけど、あのそれは風邪をひいてるからね、喉が苦しいから淡々と言ってるんで、すごく声を張り上げていきたいんです。これは本当に学んでおいた方がいい。というのも、学校教育とかでは学習の仕方を学ぶっていうスキルまでは教えてくれないんですよ。学校の勉強を思い出してください。もう詰め込み式っていうか暗記、とりあえずデータを入力する、インプットする、まあ、情報を扱う、データを扱うレベルなんですよ。それって、学習のステージは3ステージあるって言われてて、まずはその情報とかデータを学ぶ、でそれが、まあ、そういうふうな知識が活用できる、でその次が学習の仕方をなんか学習するっていう、そういうステージで、この第3のステージを教えてくれない学校では。だ
からまあうちは子供学校行かせてますけど、本当はなんかホームスクールとかで教えたいなって思ってるんですよね。でもホームスクールもちょっと難しくって、というのもやっぱり子供つきっきりになるっていうのは仕事を持っている親としたら本当に難しい。だからなんか自分の自由の時間を確保するために子供に学校に行ってもらうみたいな、そんなことになってるかなと、まあ、自分を振り返ってみても我が家を振り返ってみても思います。なので思ってるのは、そういうふうなホームスクールをして学校の教育とかにちょっと疑問を持っている人たちが家でホームスクールをできるような、そういうまあホームスクールをやってる人たちが集まって学校を作るみたいな、そういう場所ができないかなと、まあ、いつも思ってるんですけど、できるとかっていう噂があるんですよ。そうか、じゃあ行かせようと思ったら、なんと南米なんですよ。地球の裏側ですよ。困ったなと思って、まあ、困ったこともないんですけど、行けばいいんですけど、まあ、これから本当にボーダレスな時代が来て、学校なんかもその地域の学校に行かなくても、日本にいながらでもアフリカの学校とかアメリカの学校とかヨーロッパの学校とかオンラインでできる時代がもう来てます。なのでその地域に固定されることなく、もっと発想を自由にして、本当に自分の子供に必要な教育は何なのかなっていう視点に立って学校選びをなんかできるかな、そういう時代が来たかなと思うんですけど、すごいコロンブスの話からちょっと飛んでしまって、どうやって戻そうかなと思ってるんですが、あのコロンブスに対してこう自分は怒ってます。なんでかなっていうと、コロンブスがこのインディアンを大量虐殺したっていうことで、こう負けたインディアンっていう、そういうイメージがついてると思うんですよね。負けた方が弱いっていうか、勝った方が強いっていう、それで南米がラテンアメリカがすごく見下げられてると思うんですよ。でもコロンブス自身も航海期の中で南米の人たちがこう所有の概念を持っていない、それをくれって言ったら、あどうぞどうぞ、これみんなのものだから、あなたのものだからあげるよ、平気で言える。これって逆にあのヨーロッパの人たちよりも進んでたんじゃないかなと思うんですよ。もうそれはまさに新大陸は、新大陸というのはまさにその通りで、あの旧大陸は逆にスペインの方だった、ヨーロッパの方だったんじゃないかって思うんですけど、その本当の意味での新大陸、まあ旧大陸というか昔からあったっていう古い歴史文化価値観に根ざしたラテンアメリカは実は進んでいたと、まあ、自分は思うわけです。精神的にも あるものを、まあ、自然との共生っていう意味であるもので、魂とか体とかを充足感が得られているっていうか、あのコロンブスは航海期の中でもその素晴らしい肉体をしている彼らは奴隷として最高だろうとかっていうふうな記述もしてるんですよ。そのくらい進んだ人たち、自然の中で生き生きと元気に生きていたその人たちの方が進んでいたのに、なんか野蛮とか見下されてるとかっていうイメージがついちゃったのはコロンブスのせいだと思うんですよ。で、自分自身も実際ラテンアメリカ行ってみて思うんですけど、もうどんだけラテンアメリカの人が温かいか、やっぱりこう DNA に刻まれた脈々とした文化伝統っていうのがあると思うんですよね。それをやっぱり今の日本人は知らない。ラテンアメリカに対したらなんか怖いとか物騒だとか、なんか治安が悪いとか、教育が遅れてるとか医療が遅れてるとか、公理を疑えって言いたいんですよ。公理を疑う、まあ常識とされてることを疑う、もうどこまで紐解くかって言ったら、もう5世紀6世紀もしかしたらもっとそれ以上戻って、もしコロンブスがヨーロッパの価値観、ヨーロッパが強者っていうイメージをこの世界にもたらさなかったらっていうところまで戻って考えてみてほしいんですけど、本当にラテンアメリカが野蛮だったのか、遅れていたのか、あの人たちがヨーロッパの人たちよりも
劣っていたのか、そういうところを本当に白紙で考えてほしいんですよ。白紙で、私たちの頭の中にある情報っていうのは誰か植え付けた、誰かが、まあ、ある意味洗脳した情報なんですよ。これを一旦ニュートラルな状態に戻して、ニュートラルな状態に戻して新しく情報を入れ直す、整理し直す、まあ、そういうことができるのが X グッダっていう、まあ、プログラムなんですけど、まあ、何回も宣伝しますけど本当にいいプログラムなんですよ。やってほしいんですよ。で、まあ、その X グッダ、まあ、先生っていうか仙人さんが注目しているのがラテンアメリカなんですよ。南米のとある国で今黄金のジパング計画が脈々とっていうのかな、少しずつこう息をドクンドクンと、あのナウシカ、風の谷のナウシカでいう巨神兵がドクンドクンって培養されている、あんな感じのイメージじゃないかなと思うんですけど、今南米のとある謎の国で日本そして、まあ、結果世界をいい社会に、子供たちを IQ の高い、運動能力の高い、そういう人材に育てるために謎のプロジェクトが始められてるっていうんですよ。まあその取っかかりとして自宅出産とかアンスクールというか、まあプレ X スクールなんかが開講されています。でこういうことが、自宅出産とかアンスクールとかっていうのがこれからの時代の主流になるって言われてるんですけど、とか今は分からないかもしれないです。やっぱり病院出産でしょうとか学校が大事でしょうとか、今の人たちももしかしたらもう洗脳されて思ってるかもしれないけど、実はこれからそういう時代が来ます。来た時に信じてくれてもいいんですけど、そういう時代が来る前に今からいち早くその分野に、その市場に乗っかって、その時代を切り開く先駆者になってほしいと思うんですよ。ちょっと例えは悪いですけど、コロンブスのように新しい大陸、まだ見えない大陸に向かって、まだ見たことのない、誰も人類、まあ、ヨーロッパの人が踏み入れたことのなかった新しい大陸を目指して、新しい航路を発見して、新しい文化との遭遇があってっていう、そのコロンブスのスピリット、マインドセットを持って目指してほしい場所がラテンアメリカなんですよ。ラテンアメリカ、危険、やば、教養が低い、違うんですよ。実はダイヤモンドがそこに眠ってるんですよ。かつてコロンブスが憧れて目指した黄金のジパング、それはアジアじゃなくてやっぱり南アメリカにあったっていう、そんな話なんですよ。まだまだ自分の話は信じられないと思っている人も多いと思います。今南米で少しずつ日本人が集結し始めています。自分もそれに名乗りを上げています。自分もラテンアメリカ大好きなんですよ。実際住んでみて本当にいいところだなと、なんか自分の心がなんかホッとする、住むとしたら南米だなって本当に魂思うんですよ。まあ、南米がどんだけいいかっていうのはまたぼちぼち紹介していきたいと思いますけど、今回はこれだけは知っておいてください。コロンブスは新大陸を発見したんじゃないんですよ。新大陸にはすでに素晴らしい文化があって、進んだ知恵を持った先住民が息づいていたんですよ。コロンブスが発見したのは新大陸ではなくって航海路、新航海路、それを発見した、そのことだけを覚えておいてください。コロンブスのこの未知なところへ挑戦する、その志、それだけは自分もミラーニューロンを受けたいなというふうに思っています。
今日もなかなかとお話を聞いていただいてありがとうございました。一つスペイン王室の名誉のために一つだけ補足しておきたいんですけど、コロンブスは先住民を奴隷として本国に持ち帰ります。でもイサベル女王はそれを拒んだっていうか、先住民を送り返してます。スペイン王国が求めてたのは奴隷ではなくて、まあ何だったかは知りませんけど、コロンブスの思いとスペイン王国の思いには多少ズレが